しかしどうでしょう皆さん、安倍さんになってから自分たちの暮らしが良くなったと思っている方はどれぐらいいらっしゃいますか。少なくとも私がお会いする方々は幾同音に、物価は上がっても賃金は上がらない、2年前と比べて自分の生活が苦しくなった、そういう人はどん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 増えていっているんですよ。どこがアベノミクスの成功なんでしょうか。私は少なくともこの千葉10区に関する限り、アベノミクスは届いてない、その恩恵を皆さんは享受してない、私はそう思っていますが、皆さんどうなんでしょうか。確かに株価は上がりました。なんとなく景気が良くなったという、そういう錯覚を持っている人は多いかと思います。しかし残念ながら、日々生活をしている方々、良くなったと思う方がいない。なぜなんだ。私は根本的に安倍さんのやり方をおかしいと思っているんです。それは豊かな人をより豊かにし、貧しい人を置いていくようにする、都会優先、地方は後回し、そういう政策だと言わざるを得ないんです。